いますえー、今日はジレンマの話をしようかなと思うんですけどまあなんかジレンマって言ったらちょっと難しいんですけどまあ正義の反対はもう一つの正義みたいなっていう話があると思っててでまあ最近ちょっと僕はそれを <laughs> 体験してるので、まあ、そこについて話せたらなと思うんですけどまあ親の世代、うん、つまり20年30年前と今でて、まあ、全然時代が違うじゃないですか。 でまあ、こう正しいなんか当たり前とかもだいぶ変わってきてるし、まあ、考え方も変わってきててで、まあ、やっぱり親っていうのはあのー、本当に息子のこととか、うん、子供のこと考えてくれてるのはめっちゃ分かるんですけど、あのー、親の正解を、あのー、今のこの時代に生きてる僕に、えーまあ、押し付けてくるってことが、まあ、割とあるかなと思ってて。でまあ、それは本当に あのね、嫌がらせを自分の息子にしたいと思ってる親なんていないと思うんででもそこの中本当に難しいところだなと思っててなんでまあなんかそこのジレンマを解消できる何かがあったらすごくいいなと思ってまあ話し合うしかないと思うんですけどっていうなんかそれをまず分かってることで喧嘩は減るかなと思いました以上です。